T-84 は、ウクライナで開発された第三世代主力戦車である。ソビエト連邦時代に開発された T-64 の改良型である T-80UD を元に開発され、ウクライナ陸軍で運用されている。ウクライナの独立により、同国切手の戦車、走行車両メーカーとなった、オオモローゾブ記念ハルキブ機械製造設計局では、 ウクライナの軍事面でのロシアからの独立を確立するため、独立ウクライナ最初の新型主力戦車の開発が開始された。部品の供給はソ連時代には連邦内各地の工場で製造されたものが当てられていたが、これをウクライナでは国内で賄うものとした。全く新しい車両を開発するというのではなく、 従来のものを改良するという実用性重視のソ連時代からの伝統にのっ,とって、KHKBM では、同局がソ連時代に開発した T-80UD をもとに、これを開発することとした。ムイハーイロボルイシュークに率いられた設計チームにより、開発作業が行われ、試作初号車は1994年末に製造された。 T-84 と命名された新型戦車の製造は、モローゾフ設計局と V.O. マールイシェブ記念工場で行われた。1999年により、ウクライナ軍での運用が開始された。T-84 の特徴は、ソ連時代のロシア製鋳造砲塔に代わり、採用されたウクライナ製の溶接砲塔、爆発反応装甲、赤外線測距に、 デジタル化された、火器完成装置、自動装填装置、新しい1200馬力のエンジン、衛星ナビゲーションシステム、ロシア製のチス -157 首都裏一電子、制御式対戦車ミサイル撹乱装置などである。ソ連時代のロシア製鋳造砲塔に代わって T-84 に採用された、溶接砲塔は、ウクライナからパキスタンへ輸出された。 t-80UD の一部にも採用された。手法は、ソ連標準の合計 125mm 格好法で t-80UD から受け継がれたものであった。この戦車法では、アップフスズ、ヒート、HE、HE フラックなど、現代の主力戦闘戦車で運用される標準的な弾頭が運用できる。さらに t-80 で採用された QM119M。 レフレークスレーザービームランディング誘導体、戦車ミサイルの発射が可能である。QM119M は、レーザーを戦車から目標に照射し、その反射を捉えて、弾体を誘導する、セミアクティブレーザー誘導方式を採用している。マッハ2程度の速度で飛翔し、射程は5000メートル程度、750から800ミリメートル程度の装甲を貫通するとされる。 T-84 は、それまでのソ連の戦車と同様に、自動装填装置を装備しており、装填手は登場していない。防御装備として、新しい装甲システムのほか、対赤外線防御装置ス -1 から7手等ら、1を装備している。これは、地上、上空の敵からの赤外線暗視装置や、赤外線誘導方式の対戦車ミサイルに対して、 強力な赤外線を照射することにより妨害したり、敵のレーザー照射を妨害する装置で、電子制御で操作される。T-84 は、元となった T-80UD 同様に、ディーゼルエンジンを搭載しているが、コンパクトかつ1200馬力という、優れた能力を持つ、この 6TD-2 エンジンにより26馬力、トンの出力重量比を得て、 世界有数の高速戦車となっている。なお、同世代のロシア陸軍の戦車 T-90 は、18馬力、トンのエンジンを搭載しており、走行能力も T-84 より劣っている。T-84 では、運用可能温度範囲も向上され、マイナス40度からプラス55度までの範囲で、車両、乗員ともに安全な状態で運用ができる。 T-84 オプロートと呼ばれる発展型は新しい走行システムと新しい砲塔を備えている。オプロートは2001年20両がウクライナ軍に納入され8月24日の独立記念日のパレードで披露されている。また T-84 から120とも呼ばれる輸出用の発展型ヤタハーンが輸出用の車両として製造されギリシャ、トルコ、 マレーシアでのトライアルに参加した。この戦車は、それまでのソ連標準の 125mm 格好砲に変えて、納豆標準の 120mm 砲と対戦車ミサイルを備え、より幅広い市場の獲得を目指している。ありがとうございます。